はい、こんにちは、シナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎ゼファー400火の玉カラーのご紹介です。こちらですね、カラーリングはオレンジとブラウンのですね火の玉カラーをまとっております。そしてですね、エンジンメインフレームなどもですねニューペイント、そしてゴールドホイールにですねニューペイント済みとなっております。非常にですねリフレッシュされた1台です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトはマルチリフレクター装備ですね。大きなレンズ割れなどももちろんございません。そしてウィンカーのレンズ割れ、こういったものもない状態ですね。フロントフォーク、大きなにじみ漏れない状態となっております。フロントフェンダーですね、大きな点灯傷割れ、こういったものももちろんございません。はい、フロントホイール周りです。ゴールドホイールにニューペイントですね。ゼファーの5本スポークホイールです。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。キャリパーもシルバーにニューペイント済みとなっております。はい、エンジン周りです。エンジンもですねブラックにペイント済みです。ヘッドカラーのオイルにじみ、各種オイル漏れ等 もちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態です。プラグコード NGK プラグコード装備ですね。ポイントカバー、こういったねカバーのところ、大きな点灯傷 もちろんございません。そしてメインフレームもニューペイントですね。サビ腐食ない状態となっております。サイドカバー割れ、ステップ曲がり、こういったものもない状態ですね。マフラーは純正マフラー装備です。はい、リア周りです。スイングアームもシルバーにニューペイントですね。キャリパーもペイント済み、ホイールはゴールドホイール5本スポークですね。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。テール周りは純正をですねキープしている状態となっております。シートです。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。タンクですね、オレンジとブラウンの火の玉から、大きな点灯傷、へこみ、こういったものももちろんございません。タンク内ですね、タンク内も大きなサビ腐食出てないですね。綺麗な状態です。はい、ではエンジンの方を始動していきます。はい、マフラーオンです。はい、各所ですねニューペイントでリフレッシュされた1台となっております。このままねノーマルの形を維持したままね乗っていただくのもよしですね。あとはマフラー、ウィンカーなどね細かいところを自分なりにカスタムを施してですね、自分だけの1台を作り上げてもいいかもしれません。とてもおすすめの1台となります。皆様のお問い合わせお待ちしております。